Okey, mari kita bicara. Okey, mari kita bicara dengan Han Feng. Dengan Han Feng Iron Morris. これらの武器見ただけで重いのがわかります。 さすが関心によって建てられた国。セフィロス剣術であれば、これらの武器をどのように扱い、どのように型に落とし込むのでしょうか。こういろいろと考えるだけで、モンドにいる時よりも不安が和らいできました。おい。 そこのお前何してる。親、こちらの男の子は。俺様を子供扱いするな。おかしな格好でおじさんの店の周りをこそこそうろついて、お前何か悪いこと考えてるんだろう。私はそのようなことはいたしません。俺様にはわかる。お前の武器よりその目、俺様とそっくりじゃないか。 おじさんに気づかれないよ。何本か盗もうとしてたんだろう。やめた方がいいぜ。おじさんに見つかったら怒られるからな。Dia memiliki senjata sendiri. Dia tidak perlu mencurinya. はい。私はいつも両手剣を使っているのですが、ここにはありませんね。両手剣？おじさんは確かに両手剣を並べてないな。 何回も頼んだのに。でも俺様はそう簡単に騙されないぞ。お前の両手剣を見せてくれたら信じてやる。それと神のメモ、そんなことないさ。どこの宝剣はそんな両手剣なんかに負けるもんか。岩元素の神の目だって俺様はいつか手に入れてみせる。羨ましくなんかない。 自分から全部言ってしまいましたね。仕方ありません。どうぞ怪我をなさらないようお気をつけください。見せてくれるのか。お前本当はいいやつだったんだな。この輝き本当に岩元素の神の目だ。それにこの剣重い。 悔しい。俺様の体がもっと大きければ。急がず。ゆっくりでいいのですよ。あなた様の夢はきっと叶うことでしょう。大体確認できたから。両手剣と岩元素の神の目。それに、モンドから来たいい人。 やっぱり伝説のセフィロス騎士だったのか。モンドのセフィロス騎士、その名に恥じない実力だ。山は変わらず、川は流れ続ける。いつかまたな。私は行ってしまわれました。何しかし、 リーユエの子供にはあのような夢があったのですね。私も小さい頃、同い年のモンドの子と一緒に将来どのような神の目を持てるか夢見ていました。あの子の、さて、そろそろ行きましょうか。次はどちらに行きましょう。リーユエの高校に行ってみますか。それともどこか近くで下級系されますか。マレギター。 はい、この後の旅路も考えて、今は少し休憩しましょう。キラシラ、ディ、テンパテレコメダシン、チョンリー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 。 おや、お客様、モンドからいらしたのでしょうか。その緑、ただの一般人ではないとお見受けします。もしかしてあなたはかの有名なセフィロス騎士でしょうか。実は私、オリーテ騎士様にお願いしたいことがあるのですが。申し上げにくいのですが。
私は正式な騎士ではありません。セピロス騎士団のメイドをしております。おや、メイド騎士、メイド騎士、これはまた絶妙な。お嬢さんがよければぜひとも取材をさせていただきたい。これは他の騎士よりも100倍はいいネタになる。お二方、私は見ての通りここで長きにわたり講談をしているものです。ただ何度も同じ内容を語ってきたため、お客様にもそろそろ飽きられている頃かと思いまして。しかし先ほどお嬢さんが座った瞬間、全身に雷が走りました。脳裏に浮かんだのはそう、異国騎士リーウェキコ。ただそれも思い浮かんだだけで、これといった素材もなく題材が決まっただけの状態ですが、リーウェにもいくつかセピロス騎士に関する噂がありますが、そのほとんどが根も葉もない疑わしいものばかりで、ですので直接騎士様に取材をさせてほしいのです。しかし私は騎士ではありません。いいえいいえ、そこは大丈夫です。芸術とは生活を源泉としているものの、現実の生活を上回るものである、という言葉があるように、講談に使う内容を適度に誇張したり装飾したりすれば。先輩、なんだか私には理解できないお話になってきました。どうしましょう。助けが必要な人は見過ごせませんが、騎士のふりをすることもできません。Siapa yang membutuhkan, tapi aku tidak bisa berpura-pura menjadi seorang nek. Artinya tidak jujur. Bukan tidak jujur, kamu cuma membantu memberinya itu. そうですとも、こちらのお客様は実に聡明でいらっしゃる。安心してください、お嬢さん。私と一緒に郊外へ出向き、剣術を見せてくれるだけで良いのです。あとは私が何とかいたします。Bisanya serahkan saja padaku. Wakarimashita. Ya baiklah. Tada no shuzai de areba. Ini dia kan beberapa panawa. Sengan gun ni yorimasu to, shikagoro kougai ni hiruchaaru ga shitsubotsu suru to no koto. Soko ni itte mimashou. Ayo kita ke sana. Oke, mari kita hajar para hiruchaaru tersebut.どうやらここのようですが、あいにくヒルチャールはいませんね。ヒルチャールがいないのでしたら、取材もできないのでしょうか。いえ、拠点にまだゴミなどが残っていますので、お嬢さんのその件で掃除してみていただけますか。掃除ですか。構いませんが。しかし、ヒルチャールが戻ってくる可能性がありますので、あなた様は安全な場所で見ていてください。わかりました。安全に配慮し、なおかつ思慮深いと。騎士の風格を感じます。さすがです。もう取材は始まっていたのですか？この拠点にあるものを掃除できれいに。なんだか普段私がやっていることと同じですね。これでしたら講談でお話しされても問題なさそうです。やっ、なるほど、今の技は千金断鉄のセピロス剣にしましょう。インドネプスワット、インドネプスワット、カンポニス。助けが必要な方がいるはずです。ヒルチャールが戻ってきました。見つからないよう隠れていてください。岩の重さは安心。えっ、時間当てるからいけるに。Oke, berjalan sang
素晴らしい。今の技は同兵鉄壁の騎士立てですね。この段落はこうしましょう。かの騎士は神のごとく、ヒルチャールの帰りを緻密に計算していました。民を隠れさせ、剣を持ち敵に立ち向かい、Dia kemudian mencabut pedang dari sarungnya dan berjalan maju ke depan untuk menyambut musuh. Waruku arimasen. Ini semua bahan-bahan yang cukup bagus sekali. Karena musuhnya layak aja. Sosok fungsi ini kaget itu tambahan saja. So, tau kita kata. Apakah kalian bisa menjadikan semacam kenang-kenangan? Senlihin? はい、戦利品でございます。架空の物語とはいえ現実味を帯びていればより人々から好まれることでしょう。さらにそこで戦利品などをお見せすれば信憑性も増します。ヒルチャールの仮面や矢先といったもので大丈夫でしょうか？それなのですが、もしお二方がよろしければ遺跡守衛から手に入れたものをお持ちではないでしょうか？その通りです。お客様実にお察しがいい。遺跡守衛から手に入るものの中に混沌の装置というものがあるそうです。私は先ほど思いついた内容を手帳に書き記していますので、混沌の装置がご用意できましたら私にお声掛けください。混沌の装置がご用意できましたら私にお声掛けください。この重み、そしてところどころに入った傷跡、あとは少し物語を装飾すればほぼ完璧になります。まだ装飾されるおつもりなのですか？まあ作品のためになるのでしたら。もちろんです。どう書いたらよいのかも思いつきました。早く書き記しておかなくては。もしお二方に時間がありましたら、ぜひ三倍よいえ私の新作をお聞きにいらしてください。一体どのように書かれるのでしょう。私なんだか少し不安です。リーユエコーに戻って聞きに行きませんか？リーユエコーに戻って聞きに行きませんか？リーユエコーに戻って聞きに行きませんか？Throne Knockout, dan kita akan mendengarkan apa yang Tuan Tian. Tiba-tiba, Ikazuchi のような音が聞こえ、鉄の響く音が聞こえました。巨大な手のひらは容赦なく叩き落とされ、それはそれは息を飲むほどに壮観なものでありました。この勢いならば岩をも切り落とすでしょう。常人がそれを相手にすれば全身は粉々に砕かれ死に至ることも。しかしそこに現れたるは異国の騎士、鉄の爪が落ちるのを見るやいなや剣を横に振るいました。激動の音が鳴り響き、土煙が巻き起こる。再びドンとどん重な音が鳴り響くと、土煙は消え、そこには巨大な手が2つ地面に落ちていました。これこそ門戸騎士秘伝の神業、同兵鉄壁の騎士立ての威力。騎士が休む間もなく黒い影が空に昇り日差しを覆いました。そこにいたのは遺跡ハンター。Menutup langit dan mengubah siang menjadi malam. Bayangan itu adalah sebuah runhunter. そのようなものに怯えては、騎士の名が去る。はーっと一声上げ、必殺技、千金断鉄のセフィロス剣を放つ。黄金の光が輝き、風が渦巻き、火花が散りました。Sort of news. Pancaran cahaya kemasan bersinar keras ke arah, mengembuskan angin, bertiup di medan terbang.一人で2体もの遺跡守衛を相手にして、さらに遺跡ハンター持って誇張しすぎじゃないか？
やはり講談の内容は真に受けない方がいいな。あれは私のことを言っていたのでしょうか。一体何を言って。いけません、私書き直すようお願いしてまいります。Tidak apa-apa, penonton tidak menganggapnya serius. Sudah dipercaya. Minasama shinjirare nai no deshita ra, kochira wo goran kudasai. Kore koso, Meidokishi ga Liyue wo watari aruita akashi. Kanojo ga isek shuue to tatakatta toki ni te ni ireta hahen de gozaimasu. Menggunakan pedangnya. Saat dalam pertempurannya menarikkan. Kore wa isek shuue no buhin. Aku pernah mendengar Sengan gun ni iru shinseki no tomodachi no kyoudai kara kiita koto ga aru.本物だ。この傷、最近つけられたもののようだぞ。私、講談師様にはっきりと説明をしてきます。誠実、謙虚、これは騎士が必ず守るべき美徳ですのに。それよりも、そこのお嬢さん、講談の中に出てきた騎士となんだか似て。似てるっていうか、完全に同じじゃないか。サインをもらいに行くか。伝説のメイド騎士だぞ。え、え、あ、どうも、早く出てきてくれ。はい。これこそ、騎士は石門を西に入れ、剣を持ちて山を下らん。リーウェイに入ると、瞬く間に有名になり、人々に知られることとなりました。この続きは、またの機会に。Nanti akan chapter berikutnya. Dasar iron kemudian si murut besi. Nek pelayan yang tak terkalahkan. Kisah seorang kesatria pelayan. Kesatria yang...pergi ke barat dari Stone Gate dengan pedangnya dan mendaki gunung yang luas. Legenda dirinya di Liyue menjadi kisah petualangan kesatria pelayan yang akan terus dibicarakan selama ratusan tahun turun temurun.